い、シェコジャパンの岡部と申します。今フーマジャパンに来ておりまして、日本熱源システム様のブースに来ています。原田社長、ちょっと自己紹介の方をしていただければと思うんですけれども、お願いします。日本熱源システムの原田です。よろしくお願いいたします。はい、で質問の方なんですけれども、今回フーマジャパンでは初めて展示をされるということなんですけれども、なぜフーマジャパンに展示を決定されたのか教えていただければと思います。今回メインにですね、展示しているのはこの CO2 の冷凍機スーパーグリーンなんですけれども、やはりお客様としては冷凍冷蔵庫、それから物流センター、そしてあとは冷凍食品の関係ですね。そうした意味では食品の関係っていうのは切っても切り離せないので、そういったことでこの今回フーマジャパンに出展したわけです。ありがとうございます。今回まだ2日目ですけれども、反響の方はいかがでしょうか。そうですね、今回このユニット自体を実際に皆さんにご紹介するのは初めてなので、はい、その中身も含めてですね、大変皆様に興味を持って、いただいております。ありがとうございます。この大きさですでに導入されているところはございますでしょうか。この F 級の、特に F2 っていうやつですね、大きい方の、はい、需要が一番大きくてですね、かなりもう納入実績としては増えてます。実際に数だと難しいと思うんですけれども、納入実績の方ありますでしょうか。そうですね、もう台数的には、ですから、70台とか80台ぐらい、現場で稼働しています。ありがとうございます。ちなみに環境省の補助金が、結果が来週あたりに出ると思うんですけれども、それを通った申請数とかってもしご予定でしたら教えていただけます。やっぱり同じ70台ぐらいの今回申請をしてましてですね、それが通るといいなというふうに思ってます。補助金がないと難しい形になってしまうんでしょうか。実際には補助金がなくてもですね、ご採用される方も結構あります。というのは、今使われているユーザー様の言葉としてはですね、以前のシステムに比べて電気代が 30% とか 35% 安くなったという声が非常にありまして、加えてその水冷式から空冷式、私どもの機械は空冷式なんですけども、それに変えることによって水道代が全くなくなると。ですからその水道代の負担というのも結構大きいんですけども、それがなくなることによって電気代と水道代のダブルで、いわゆるランニングコストが削減できるという大きいメリットがあるのが背景にあると思います。ではいろいろなメリットもありつつあると思うんですけども、CO2 だとその外気温の関係ですとか、そういったところでパフォーマンスが落ちてしまうという話も聞きますけれども、そういった点は実際にお客様の声としてはどうなんでしょうか。実際にはですね、私どもそういう指摘をされる方もいるので、過去にもう3年ぐらい前から、例えば40度を超える環境下でどうだったのかということのいろんな分析をしてます。で、実際に結果的には全く影響がありません。それは2つの特徴があります。1つはですね、私どものユニットには、100キロ近い冷媒のですね、貯める液のタンクがあります。それによってですね、外気温が多少厳しい状況になってもですね、そのタンクでもともと冷やしてあった冷媒液がですね、吸収をするんだろうということがあります。それともう1つはですね、このガスクーラーにですね、ここにもありますように散水装置がありますので、外気温が35度を超えた場合にはですね、この散水装置が働いて実際にガスの温度を下げるという機能があります。ただその一日中水が吹いているわけではなくてですね、後でデータを見ますと本当に一日にですね、1時間とかそれだけ吹くだけで、そういうふうな極限の厳しい状況ですね、もう乗り切れるということも分かってますので、よく水を吹くとコイルがもう腐食しやすいんじゃないかって心配される方もいるんですけど、年間を通してもですね、ほとんどその散水している時間というのはないということも、はい、分かってきてます。分かりました。ありがとうございました。以上、現場からでした。